Thank you.
ありがとうございます。改めまして Z フォックスと申します。よろしくお願いします。2年ぶりです。ケンさんのところをさせていただくの2年ぶりで、ね、なかなか全員集まる機会がなかなかなくて、前回のライブが小山でやったのが10月なんですけど、それが1年ぶりにみんな集まれない、なかなか社会人バンドも辛いので、みんなアラフィフだったりするので、結構会社でも管理する立場だったりして結構忙しかったりするんですけども、じゃあもう少しちょっと2曲目で結構ね飛ばしたので、ここでメンバー紹介をいきたいと思います。オンキーボード大塚カバー、オンベース大塚テゴ、ここの2人フールです。旦那の方あの方の母ちゃんがやってるのがロードレーサー、チャリンコスター怒れんのチャリンコスターなので、 すごいですよ。なんかあの160キロとか200キロとかあのね、はいはい、人力で走る距離じゃないですよ。はい、わかりました。3000m 坂バカとかって何かがすごいで、私あの車あの、ね、東京勤めなんで、あの土日しか乗らないんですけど、バモス昔のね、こんなの17万キロ走ったやつを20万しないで買ったんですけど、彼が持ってるチャリンコは、チャリンコゼロからマシンは、マシンじゃないかは、その車の4台分の値段がするんですよ。タイヤ2個しか付いてないのっていうね、ちょっとびっくりな、そんな世界があるんですよ。はい、次ギター、オンギター、伊藤沢よしかです。実はね、フォークスと僕があの高校時代の、あの高校の時の同級生で、ここから始まって、で、もうなんだかんだ40年ぐらいだったね。で、高校の時から始めてて、最初は、まあ高校の時のメンバーはこの他にベストのギターと彼が来たりして、生き残ってるこの2人で、生き残ってた、死んでないんだよね、まあ、もうね、子育て終わったので、またバンドやり始めようなんつっても10年近く、10年近く出すのかなって思わないけど、で今日伊藤さんスペシャルなことがあって、前歯がちょっとねなくなっちゃって年とともに前歯が抜けてるんですよ、はい、マイクで隠してるんだからはい、で楽器担当が宮崎泉と申します。よろしくお願いします。今日あのね、あの1曲目クロスロード、2曲目バトラブとあのクラプトンで、ちょっとクラプトンの方が今日は濃い感じになると思いますけども、でも次はちょっと違う、Have you ever seen the rain をやりたいと思います。So loud. It's been
味で。調べてきたことがあって、小売物価統計調査っていうのがあって、でこれホームページのあるってことで、今あれなんですけど、スーパーとかで物価を実際におばちゃんたちなんか分かんないけど調べてもらって、それで今物価どれぐらいなんだって調べてるらしいんですよ。でこれでカップ麺っていうそういうカテゴリーがあって、やっぱカップヌードルなんですね。やっぱ標準なんですよね。でヨーグルトとかは明治ブルガリアヨーグルト MD8 ドレッシングがキューピーガイリックゴマドレッシングで、タレなんですけど、タレって何だと思いますか？ランボタレってエバの焼肉のタレなんだけど、エバの焼肉のタレの黄金味なんですよね。とてもいいネタだなんかね、ちょっとそうなんですよ。で、どこにつなげたいかというと、ジャム、青旗55、いちごジャム、はい、で次の曲はそんなちょっとスイートな曲をやりたいなっていうのでつなげようと思ったんですけど、だらすべでしたねせっかく調べてきた。はい、すいませんでした。はい、じゃあ次いきましょうかね。またクラプトンいきます。こういったクラプトンが Thank you.
Yeah.
2年ぶりに、ね、ケンさんでも出させてもらってなんか、ね、懐かしいような緊張してるような感じですけど、また売らせていただきたいと思います。じゃあ最後も、クラプトンで締めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これ最後あのギターソロがガツガツ入るんですけど着地点決めてません。ちゃんと収まるかどうか、そこら辺も楽しんでいただけたらと思います。I'm gonna go to the world.
Thank you.